海道中村育さんでした。自転車で段差を跳ねる前かごのケーキの箱に謝りながら、自転車で段差を跳ねる前かごのケーキの箱に謝りながら、新潟県マーチさんの作品です。これはケーキの箱を前に乗せて自転車で、まあ多分お家に帰ってる。で、段差をまたいでしまってガクンってなって、うん、ケーキの箱にごめんって謝ってるっていう歌ですよね。うん、ケーキの箱に対するなんかこうすごく大事にしちゃう感覚ってのはまあわかるかなって。箱ですから、中がどうなってるのかっていうのをこう開けてみないとわかんないので、なんか余計にこう気になってしまいますよね。うん、最近はしっかり箱の底に固定するようにしてくれるお店も多いですけれど、やっぱりケーキ倒れちゃったらせっかくの飾りデコレーションもぐちゃぐちゃになっちゃうなと思って、そんなことを心配しながらごめんねって心の中で語りかけているのかもしれないですね。自転車で段差を跳ねる前かごのケーキの箱に謝りながら、新潟県マーチさんでした。銀杏が落下していく公園で別の角度で謝ってみる。銀杏が落下していく公園で別の角度で謝ってみる。愛媛県海老沼優さんの作品です。これもなんかちょっと不思議な歌だなと思ったんですけど、まあ、別の角度でっていうのをどう取るか、なんか比喩と取るのか、実際の角度で取るのかっていうことがあるのかなと思って、で私は割と実際の角度で考えても面白いのかなって思いました。公園なので結構いろんな角度取れますよね。すぐ真横もできるし、対面かもしれないし、はい、斜めかもしれないし、なんか謝る角度ってあるんだなみたいなことがなんか気づいたというか分かったので、はい、まあ別の角度で謝ってみるって言い方自体はちょっと謝られる側からするとなんだそれって感じもないことはないのかなって気がするんですけど、はい、ちょっと面白かったです。正面でガバッと頭を下げて謝るだけじゃなく、横に座りながらだとなんとなくまたちょっと違う空気が生まれそうですしね。銀杏が落下していく公園で別の角度で謝ってみる、愛媛県海老沼優さんの作品でした。ではここからは音楽に乗せて選者永井優さんの選んだ作品を紹介していきます。ファミコンの BGM だけ流れてる。大喧嘩した姉と我なき。岡山県岩崎純一さん42歳。もう少し待たせることを誤って仏壇に置く饅頭一つ。三重県伊藤石英さん73歳。コーヒーは飲めないくらいの時間がある。軽めの謝罪案件までに。神奈川県工藤紗恵さん。レニーちゃんたくさんあるよ、鰹節たくさんあるよ。懐かしき日の。埼玉県宇宙猫さん51歳。今日の選者永井優さんが選んだ作品を音楽に乗せて紹介しました。それでは最後にですね、今日の作品の中で永井さんが一番心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者永井優さんの一押し作品は、誤って済んでしまった蛇口から水の滴る音が聞こえる。誤って済んでしまった蛇口から水の滴る音が聞こえる。
神奈川県何村俊明さん26歳の作品です。何村さん、おめでとうございます。この作品が一番心に響いた理由を教えてください。はい、そうですね、これはやっぱり誤った後のこと、しかも誤って受け入れられた後のことを歌にしてるっていう視点が他になかったっていうことですね、うん、しかも住んでしまったっていうことによってなんか全然住んでないっていう謝るややこしさが、うんうん、非常に感じられたので、そうですね、一押しに選びました。謝るややこしさ、まさに謝るっていうことの本質ですよね。全体こう見てきて永井さん、どんな感想をお持ちですか？はい、なんか感想もやっぱ謝るの難しいなと思ったんですけど、うん、なんですかね、謝るって必ず失敗するっていう感じがして、必ず失敗する、であるのは水に流すってことがあるだけ、うんうん、謝ることは常に失敗するみたいな、なんかそんな感じがしました。はい、今日はテーマ謝るでお送りしてきました。この放送はですね、聞き逃しサービスをしています。この後お昼頃から番組のホームページやラジルラジルなどで聞くことができます。そして永井さんが選んだ作品は雑誌 NHK 短歌にも掲載される予定です。次回のご案内です。今度の日曜日10月8日は俳句の会で、兼題は新米、10月8日は兼題新米です。俳人の高柳克弘さんが選者です。そして次の短歌の会は10月15日、歌人の梶原彩子さんが選者で、テーマは岸、川岸とか岸辺の岸です。投稿の締め切りは放送のある週の月曜日です。そして番組のホームページのレイアウト、表示が変わりました。ホームページのお知らせの欄のところに、短歌の投稿はこちらですとか、俳句の投稿はこちらという表示がありますので、そこから入って投稿してください。今日の文芸選評、歌人の永井祐さんを選者にお迎えしてお送りしました。永井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。司会は石井薫でした。それでは皆さん、また来週は俳句の会です。